味噌しかよ。あざ。久しぶり。こいつはデジタルに試合できないと思ってやってたから。イブに行きました。なんなら一人です。リクシルスポーツでは YouTube チャンネルだけでなく Instagram、Twitter、アカウントも運営しています、番組の配信情報なども確認できますので、ぜひチャンネル登録とフォローをよろしくお願いします。フォローお願いします。リクシルスポーツセッションもシーズン4に突入しました、第1回は帰ってきた上田選手とそして6年目となる沖選手に、来てもらいました。上田くんはまあ、本当にとにかく、まあ、本当顔の通りすごい怖い人で後輩たちからすごく怖がられ嘘つくな嘘しかよ後輩にアンケート取った結果やっぱり玄君と上田君どっちが怖いかって話になった時にやっぱり上田君の方が票が多かった。嘘つくなガチで言ったら玄君じゃん。ガチで言ったら玄君かもしれない勝ったでまあ上田君帰ってきてくれて、まあ、俺とかね沖はねまあ、前から上田君と一緒にやってるメンバー本当に心強いしやっと帰ってきてくれたっていう感覚があるんでこれからすごく楽しみです。あります、そんな何もない。考えないでください。いや何本で言ってくださいよかわいすぎますね。まあ大きいは、まあ、僕が移籍する前、まあ、そこまで絡んでなかったかなという印象で、まあ、でも今回帰ってきて宮崎のホテルでも同部屋でしたし、まあ、かなりいろいろ濃い話は2人でやってきたんでかなり仲良くなったと僕は思ってます、はい、ありがとうございます。こうきくんしっかりやれよ。いやないっしょ言うことこうきくんはまあ言わずもがなチームのムードメーカー的な存在でもあり、なるほどね、苦しい時とか、うん、練習の中でもメリハリ持ってやってるっていうのはキーパーのところから見てても思うので、いいね、なんか意外に尊敬できるところはあるかなっていうふうに。やめろ意外っていうのは。すいません失礼します、はい、上田くんは沖どう変わった？いやマジで変わってなくない？てかあんまり接点がなかったんでちょっと分かんないです上田くん。あでも上田くん後輩と喋るようになった。喋ってないでしょ。いやそんな喋ってないです。そうやっぱカズネっていうやっぱり、まああのめちゃくちゃ射程がいたんだ言い方が悪いそんな射程じゃないか。上田君から後輩に飯誘っていくってことは結構な、うん、今年ありますよね、まあ、結構もうオフ潰してるからそれでだって作りたことも言ったんですよね飯ルーキーのこの前も1年目2年目3年目のやつ全員連れて焼肉食べ行ってそうオフ前全員寮にいるっていうからそう全員連れてってめっちゃ嬉しいですよね後輩から。いや嬉しいでしょ。超嬉しいですよね。なかったもん上田君からなんか、うん、上田君は結構誘われ待ちのところありましたよね。移籍前の時、まあ、ね、ちょっと前の時は、うん、あんまり後輩連れてるってイメージなかったけどね。あんま自分から言ってなかったかもねその時移籍する前と移籍した後なんかあんまり分かんないです。試合にすら絡んでなかったからどういう感じだったか。まあでも前よりもなんかはっちゃけた感はある感じはしますけどね。どうですか。いや俺は別にそんな感覚ないけど、でも確かに俺がと上田くんいなくなってから沖出る試合出るようになったもんな。そうですね。移籍する前も移籍した後もそのチームのムードメーカー的なのは変わんないけど、みんな言うのはなんかあれじゃないですか、練習前の補強とかしかなんかやるようになったとかっていうことはなんか聞きますけどね。まあね、やるようになりましたっていうのは、その顔やめろ出すね本当にそうのか。じゃあ次上田くんす。OK？ はい。いや、まあ移籍する前なんで OK が1年目かな。半年とかですもんね。うん、半年ぐらいしか一緒にはやってないけど、海外に行って鹿島の試合なんか見てて、そこからやっぱ OK が試合に出るようになってて成長したんだなと感じる部分はありましたし、帰ってきて OK と話してみてもかなり、まあ、年を取ったのもあるかもしれないですけど、一人の人間としてかなり成長したんじゃないかなと思って、はい、選手会長にぴったしな。やめてくれ、すげえじゃん。そこに結びつけんでやめてください。ベタ踏みやんお前マジで。安西も入ってるんで、安西も入ってます。年いいんじゃないですか。後期は、何も変わんないねやっぱそうだったんじゃないですか。ほんとこいつぐらいかも、何も変わってないそれリクトにも同じこと言いました。これはいい意味でね、はい、いい意味で、うん、リクトも言ってました。小学4年からお前何も変わってないって
それは変わってないわ。変わってない。こんぐらいじゃ変わってない。俺も上田君と半年ぐらいしかやってないですもんね。そうそうそう。うん、短いんだよね。短い。でも代表でちょこちょこ会ってて、うん、みたいな感じで。そうそう。って感じかな。代表とかでは話してたんですか。めっちゃ話してたよね。マジですか。いつも同じテーブルで食ってたの。な俺と翔也と絶対一緒じゃない。もう翔也の射程ですから。ああここそうかそうか。翔也くんがあのてご飯食べる時には上田くんと俺をまず横に置くのよ。だから確実に上田くん俺は同じテーブルでしたよね。あとシンハトでたまにガクが来るんですよね。そうそうそう。ガクがいつもそのメンバーで食べて、うん、そうそう懐かしいな。上田くんは久しぶりの宮崎どうでした？やっぱあそこに行くと鹿島に帰ってきたなと思う部分もあるし、うんまあ、ご飯が美味しいかな。うまいっすね、うん、間違いないっす。あそこで太っちゃうからやっぱ気をつけないといけないね。だって上田くんヨーロッパのキャンプの飯とかやばくないっすか？いやえぐい。マジっすか？イメージ的にはなんかすごいいいイメージありますけどね。ひどい。全然っすか？やばいよ。だって毎日さ、俺寿司とかさなんかね、焼き肉、ソース焼きみたいなステーキ出るじゃん。ありえない、ありえないっすよね、あんなの。続いて、宮崎キャンプでリクシルの社員の方と3年ぶりにエール交換をしましたけど、沖はね、やったことないでしょ。俺はもうどうにか免れてきましたね。そうだよな、お前上田君と俺やりました、2018年。いや、一緒にやった覚えはないんだけど。俺もないんだけど。これ YouTube とか載ってんじゃないですか。 あるかもね。そうですよね。確かにそうだわ。俺この時1年目ですもん、上田君多分やってる時。あ、そうだわ。そう、俺も2018年1年目だもん。だから俺もなんかそのイメージ覚えてるんで。メンツ見てよ、俺これ5年目ぐらいだよ。間違いないね。すごいな。バチ君以来でしょ、このやってるんだから。バチ君はレギュラーだからさ。もう上田君やってましたっけ。俺、いや自分で覚えてるよ、やったのは。もう俺全然覚えてない。俺1年目とかもやってたんですか、上田君。やったことない。これが初めてなの。5年目で初めてなの俺。え、絶対光夫さんですね、それ。絶対光夫さん。オキやってねえな、お前。俺は来年だな、お前。いやー、諸岡じゃないですか、来年も。いや、いい、もう、あ、つまんないから。諸岡と安西君でいいんじゃないですか。いや、いい、俺もう2年連続やってるから。2年やってんやん。オキやれよ、じゃあ。安西君はもう、あれですか、もう毎年決まりでいいんじゃないですか。いや、もういいでしょ、お前。俺もう27よ、俺。もう上田君と俺さ、このチームじゃまあまあベテランっすよね。日本人で上から2番目を。信じらんないよね。ね、上田君が2番目でしょ。そっか、翔真君、玄君、隼人君、隼人君か。その下はもう俺と知念だから。やば、マジか。そうそう。で、その下俺か。そうだよ、もう上ですよ、この3人も。じゃあもう大きいお前ツイッター来年絶対やらすわ、お前。いや、俺7年目っすよ、そしたら。え、いいいい、もう関係ない。大丈夫でしょ。うん。いや、5年目より7年目の方がやばいっすよ。え、大きい何歳今？ 23 っす。お前若っ！まだまだやん。いやいやいや、もう23っすよ、マジで。もう絶対やらすわ、次。いや、無理、俺マジで。逃げるよ、ほんと来年。まあ、上田くんはね、確実にゲーム持ってってるじゃんね。まあ、プレステ5は。しっかり持ってってました。やってた。でもダメだったんですよね、ゲーム。ホテルのそう、LAN ケーブルが使えなくて。 Wi-Fi ってことさ。そう、Wi-Fi が使えなくて、だからそれで自分がやりたいのできないから、もうずっともうバイオハザードやってた。だけどもうやってた、やってた。もう始まって3日ぐらいでクリアしたから、もうあとはもうベッドですぐ寝てたよ。上田くん、日に日に寝るの早くなってくるんですよ。なんで？疲れて、本当に疲れてるとか言うの。でちょっとずつ昼寝はしないとかって言ってたような気もするんですけど、ちょっとずつ昼寝増えてくるんですよ、時間が。上田くん疲れてんなーって思いながら。え、どっちの早寝るの早いっすか？俺、上田くん早かったっすね。もう俺10時ぐらい寝てた。最後もうマジで早かったっすね。じゃあ上田くんゲームやってないんだ。やってない、持ってったけど本当に全然できなかった。沖くんは何か持ってった？俺はでもパソコンっすかね、持ってくのは一応。お前すげえ。それこそあの大学のあれがあんで。大学のちょうどテスト期間だったんで、この時は。ああ。そう。あんさいくんもやったら結構面白いと思いますよ。無理無理、勉強できないもん。俺と上田くん。いや、俺一緒ですなよ。逆に後期何してたの？いや、ユーマの子守してました。一番大事な。まあ、いつももうそこはルームメイト決まってるからね。決まってるから。あいつやばいんですよ、キャンプで。あいつ7時20分起きるんですけど、アラームかけるじゃないですか。で、あいつ携帯を、ベッドじゃないとこに置くんですよ、携帯。で、アラームかけてくるんですよ。で、あいつ手動で起きるから、アラーム鳴るじゃないですか。ずっと鳴ってんですよ。あざーい。
消してくれもうふざけんなっすよ、お前自分で消せっすって、それお願いお願いっすよ、それ10分間攻防して結局俺負けて、そこから毎日俺が消してました、アラームで、窓を開けて、ユマを起こして朝飯行って、そっからあいつ意識高いんですけど、起きる時間は決まってるんですか？決まってる、7時10分、確実に。でもその話は言っていい？え毎朝、うん、毎朝俺が起き起こしてたんだけどえ、なんでなんでなんで朝弱いのお前、こいつダメなんですよ、朝弱いよ、あ、ダメなんだ、携帯のアラームじゃ起きれないんで、違うな、目覚まし時計みたいなの買ったんですよ、うんうんうん、それだと起きれると思ったんですけど、うん、でもその目覚まし時計、ね、すごくて、だから多分7時ぐらいにセットしてんのよ、で、俺も7時に起きるからいつも、はいはい、こいつの目覚まし時計、あの7時ぐらいになったらライトつくの、そう、で太陽の光をなんか出すみたいなやつで、そうマジで、めっちゃ眩しいの、もう 俺も逆にそれで俺が起きんのよこいつ爆睡してんの、なんでなんでなんでそれ起きないの、ダメなんですよね、ほんと意識ないですよね、寝ちゃうと、マジで、俺起きて、いつも朝起きてシャワー浴びて、ドライヤー髪乾かして、でカーテン開けても起きないから、最初はそのシャワーの音で起きてたんですよ、うんうんうん、で2日目ドライヤーの音で起きたんですよ、うん、3日目からもうダメです、上田君に疲れてるからだと思う、多分で上田君に起こしてもらって、そっからもう起き行くぞ先行っとくから1回だけ二度寝してたお前すごいな、そんな感じでしたね、マジで上田君が起こすんだけど、起こしてくれましたね俺朝強いから結構そう助かりましたね、マジで。大木くん、サッカー選手誰ですか、推し。俺、ジダンですかね。いいね、ジダンが一番かっこいいイメージありましたけど。え、最初キーパーじゃなかったの、大木。最初フィールドでジュニアは一応、まあ、併用みたいな感じであれでしたけど、でもジダンめっちゃ好きでしたね、ワールドカップ、ドイツワールドカップとか見てましたね、うん、6歳、7歳ぐらいの、その時は。大木はその世代になってくるの、その世代になりますね。頭突きね、頭突き、衝撃でしたね、懐かしい。もう俺決まってますよ、ベッカムですな、あもうね、エグザクそうじゃないですか、ちっちゃい頃で2002年ワールドカップかな、俺から多分6歳7歳だったんですけど、もうベッカムヘアってめっちゃ流行った、後期もやってた、やってましたただ大体1000円カットなんでまあ短いんですよだからスポーツ狩りでしょ、そうそう、もうスポーツ狩りなんですけどやっぱ1000円のところにもベッカムヘア結構難しかったですね、なでも俺がベッカムかな、ベッカムか、はい、そう、まあ僕は年末にね肩怪我して、まあ、リハビリやってたかな、あとはまあもう何回も言ったけどヨーロッパ旅行、早川と2人で行ってきました、フランス、イタリア、ポルトガル、うん、行って、フランスめっちゃ寒いですね、やばい、日本と違う寒さ、ね、俺あっちの方が寒い気がするんだよな、マジで寒かった、マジですか、やばいやばいやばい、本当に寒い。大きいイタリア行ったのか。イタリア行きましたけど、俺もフランス行ったんですよ、半日だけ。マジ？どこ行ったの？パリス。おー一緒や。だけど全然寒くなかったですよ。マジ？俺行った時。何月行ったの？12月っす。そうそう、イブに行きました。なんなら一人っす。やばいっすよね。何したん？イブ一人で。その日一日暇で、うん、ベルギーいたんですよ。うんうんうん、でマチ君と前日会ってて。町田？そうっす、うん、ご飯行って、お前明日暇だろみたいな、うん、パリ行ってこいよみたいな、一人で、はい、で新幹線みたいなので、1時間半だからみたいな、あ、う、あ、ん、行っちゃえよみたいな、言われて、うん、行ったら、イブで店全然やってなくて、うん、3時間ぐらいで帰ってきましたね、えお前どうしたの、フランスからまたベルギーに戻って、帰ってきました、マジ、はい、お前さすがだな、やっぱ変わり者だな、お前いや変わってないですよ、でも面白かったですね、面白かった、はい、その時寒くなかったんで、エッフェル塔とか見た、いやもう全然そんな観光すらしてないです、何したのじゃんお前、本当にパリって本当にショッピングモールみたいなとこ行こうと行ったら、うん、もうやってなくてどうしようみたいな、でそっからエッフェル塔とか調べたんです、ちょっと遠いみたいな、まあそうだね、じゃあ駅まで歩くかみたいな感じ、そこまで、そっからショッピングモールから駅まで歩いて帰って、うん、パリス上田君はどうでした、お船にしました、このまあ引っ越しもあったし、でそっから日本帰ってきて、まあでもまあ、ここから日本に住むってなっていろいろ準備することもあったけど、うん、まあ本当日本食いっぱい食ってたから恋しくなります、まあ当たり前よ、それやばいっすよね、だけどね、安西君でもなりました、めちゃくちゃなる、安西君もなるんですか、やばいもう感動してたもんな、飯、うん、回転寿司がうまいわ、やっぱそうっすね、分かるわ、めっちゃ分かる、上田君はもう日本に戻る準備みたいな感じしてたんですね、そうです、もう11月ぐらいから
うん、もう鹿島帰ろうかと決めてたから、うん、そうそう、引っ越しの準備して、そう、業者にお願いしたり、そうそう、大変ですね、うん、え、もち荷物も全部ないですか、フランスに。もう何もない。何ですか今、船の上かな。3ヶ月後にしか届かないから今、服何もないんだよね。安西君は荷物全部帰ってきたんですか、戻ってきたんですか。今年、今回も戻した。あ、今回旅行でね。旅行1年ぐらい置きっぱってことですか。うん、まあ迷惑してた、通訳してたこれ大事だね。オキは上田くんが持ってないタイトルを持ってるということで。何ですか、オキくんが持ってるタイトルは。ACS って言って、まあメンバー外ですけどね、こいつお前出てねえよな、それ。出てすらないです。絡んですらないです。でも、行ったよね、一緒にね。行きました。持ってないって言うけど、え、他全部持ってんの。いや、そんなんだ、これ。カンペが悪いですから。持ってないです。リーグ、天皇杯、ルヴァンあるけど、今。どれ持ってんだっけ。持ってないって、助けてよ持ってないってことでいいかな、じゃあ。言うて ACL 途中までやってますから。いや、そうなんですよ ね、 そうですよね、上田君は、うん、しっかり復帰とやってるから。俺やってるね、うん、上海上皇との2戦目あるじゃないですか、セカンドレーグ。あれ出てました。アウェーでしょ。そうそう、あれ俺今までで一番緊張した試合なんですけど。ああ、そう、うん、あ、その初年の鹿島に来て、うん、最初のデビュー戦、上海進化だったんですけど、うん、全然緊張しなかったんですけど。鹿島でやったでしょ。そうっす、うん、だけど、で第1戦勝って、ここ突破したら何年かぶりに鹿島がベスト8いけるって試合だったじゃないですか、うん、俺ね、めっちゃ緊張した中で、うん、で、玄君が絶対知ってんだけどね、立ち上がりの、うん、もうこれだけ絶対もう集中していこうって言って開始2分で復帰決められて俺らディフェンス陣みんなアタプタしてたけど、なんとか勝った試合じゃないですか、うん、上田君そこまでやって、も次からいなかったでしたっけ。そうだよ、そうだよ、うん、そこまでベスト8まで行ったんや、俺も。だから、あ、そうか。そう、だからなんかお前だけ持ってないなって玄君にいつも言われるんだろう、ね、俺ってベスト8までやってますけどっつって。そうそうそう、どうですか、やっぱ雰囲気違うんですか、ACLって。やっぱアウェイすごくないですか、上田君、うん、出たことない、まだないっすね。でも行ったよね、現地にはね。現地には行ってましたね、うん、それこそ2年目とかも行かせてもらいましたけど、うん、出てはないですね。最近出てないんだっけ、ACL。出てないですね。出てないです。だってこれ以来タイトル取ってないんですよね、うん、俺ら。もうね、ACL 毎年行ってるのが普通だったから、うんうん、間違いないですね。まあ、でもそのアウェーの厳しさっていうのはね、やっぱ行かないと分かんないし。分かんないですね。韓国クソ寒かったな。やばい。俺と上田君だけ半袖だったんだけど。ユーマと。いや、ああ、俺覚えてる。あの、乾燥しすぎて肌がもう凍ってんだよね。マジですか。もう。もうハーフタイムもうそれどころじゃなかった。話聞ける状態じゃない。寒すぎて。めっちゃ懐かしいわ。ちなみにその時半袖だったんですか。原価付きじゃないですか。気合で入れて、やっぱ俺と高木とユーマ行って、もうグランド寒すぎて凍ってんだよ。それは言ってたわ。俺たち言ってて。何なら半袖いて、それ試合集中できなかったから寒すぎて俺もさすがに手袋つけましたね、後半寒くて。後半も俺そのままいってもうハーフタイムバスタオルでくるんでやってマジで寒かった。あれはマジ忘れられないな。でもなんかああいう遠征ってなんかやっぱチーム一つになりますよね、うん、しかも楽しいよね。楽しい、ACL、楽しいんだよね。楽しい、まあ、やっぱシーズン通して大変だけど、うん、やっぱチームとしてすごい楽しいよ。いや、間違いないですね。J リーグと J リーグの間に仲間とかに入ってますもんね。アウェーとかね、ガンクス毎回連戦だよ。そうですもんね。しかもなんかみんなチャンスありましたよね、やっぱ。そうそうそう、出てない人とかも。いや、もうほんとチーム総力戦だから、うん、やっぱ ACL ね、うん、間違いないですね。元気見てる、元気見てる。庄司先輩来ました。ちょうど元気の話してました、今。クソもなそうやな上田君は鹿島に戻ってきてタイトル取ると言ってますけど、そのために必要なことは何だと思いますか。難しいね。逆に聞きたい、2人に。でも俺と大きいやっぱ1個しか取ってないんで、国内のタイトル取ってないんですよね。経験したことないから、ほんと上田君に聞きたいです。逆に取った年とかはどんな雰囲気だったんですか、うん、がむしゃらでやってるから、うん、あんまり何が正解かは分かんないんだけど、俺自分がスタメン組でもやっぱ相手にしてるのをやっぱ紅白戦の相手が一番嫌だったし、うん、やっぱあの時なんか、まあ、ユーマとかもいたしさ、うん、ユーマも、まあ、若いやつも結構いて、もう自分がやっぱスタメン取ってやるっていう気持ちがもうすごい見えてたし、みんなにね、うん、まあ、俺も試合に出れない時期はたくさんあったし、うん、そういう時に、まあ、俺は削ってでもこいつは削ってでも試合できるやろと思ってやってたから、
まあ、そういう気持ちとか、まあ、本当俺もせ、まあ、全ては練習かなと、うん、そこでどれだけやれるかかなと。2018年やっぱすごかったもんな。俺も紅白戦めちゃくちゃやっぱすげえなと思ったっすね。鹿島入ってきて、うん、もう全員正直代表経験してるぐらいの選手いっぱいいたじゃん。すごかったっすよ、ね、すごかった本当に。大きいだから言っといて、若手にやっぱり若手がガツガツしないと。そうですね。っていう話をキャンプで上君しましたよね、うん、やっぱ若手がガツガツしないと上も危機感持ってやれるし、うん、ユーマも言ってたけど下からの底上げでタイトル取れるって変わってくるって言ってたから、うん、大きい言っといて、寮長として。寮長上田くんです。え、寮長上田くんです。お前選手会長。それ選手会長です。言っといて。これ選手会長は言うことっすか。言う。特にチケマルね。チケマル、わかりました。リクシルスポーツザ・セッション。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。パート2もお楽しみに。